こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主が山田電機で買ってきたゲームの動作確認をするぜ。動作確認の続きね。ああ、今回はこの前紹介したものの中から、PS3 のバイオニックコマンドの動作確認をするぜ。ってことで早速始めます。今回は特に前置き用のネタ思いつかなかったみたいね。うん、起動は問題ないな。なんかちょっと不気味な感じね。あ、一応言っておくと 0D なので17歳以上対象のゲームです。なので過激なシーンが苦手な方や17歳未満の方はここでブラウザバックしてください。そこまで過激なシーンはなさそうではあるけど。まあ一応言っといた方がいいわよね。ってことでタイトル画面だな。とりあえずスタートをしました。シンプルなメニュー画面ね。あ、なんかスッキリしてるな。うん、左スティックグリグリしてメニュー選ぶみたいだな。とりあえずオプションです。これは画面の設定かな。なんかよくわかんないのでいじらないでおきます。難易度設定はないのかしら？ゲームスタート時に設定する感じかな。とりあえず始めていきます。お、やっぱゲーム始める前に難易度選ぶみたいだな。ノーマル、ハード、コマンドの3段階あるのね。もちろんウプ主は一番低い難易度のノーマルで始めます。なんかコントローラーが表示されてるわね。ロード画面で操作の説明見れるみたいだな。ってことでオープニングムービーです。ざっくりストーリーを説明すると、10年前、バイオニックコマンドのネイサン・スペンサーが帝国軍を打ち破り、その秘密兵器、アルバトロスを破壊した。帝国軍を見事に撃破して帰還したスペンサーとスーパージョーは全国民の称賛を受け、英雄として祝福された。その後なんやかんやあってスペンサーは任務に失敗し、命令に背き、仲間を死に追いやってしまったスペンサーは国家反逆罪で死刑判決を下される。スペンサーの有罪判決によって世間ではバイオニック技術に対する不信感が高まり、なんか暴動が起き、さらになんやかんやあって混乱は収まり、バイオニック技術は完全に葬り去られた。再び FAS に平穏な日々が訪れたのだが、その平穏を覆す恐るべき事態が今また FAS を襲おうとしているって感じらしいです。うん、相変わらずざっくりしすぎた説明でよくわかんないわね。大丈夫、ウプ主もよくわかってないから。いやだからそれ何も大丈夫じゃないから。まあ詳しいストーリーが知りたい方はご自分で検索してみてちょんまげ。これよりちょっと前にダウンロード専用コンテンツとしてバイオニックコマンド、マスター D 復活計画っていうファミコンのヒットラーの復活、トップシークレットのリメイク作品が出てるんだけど、今作はそれの続編になるみたいです。マスター D 復活計画をプレイし、特定条件を満たすと今作において様々な特典があるらしいので、がっつり楽しみたいなら先にマスター D 復活計画をプレイしておいた方がいいのかもな。そうなのね。ちなみにマスター D 復活計画の方はグラフィックこそ 3D で描かれていますが、操作は昔ながらの 2D アクションって感じのゲームらしいです。この辺も気になる方はググってみてくれだぜ。相変わらずのネット丸投げスタイルね。Spencer, he finally arrived. Let him go. I stopped the execution. You put me in prison in the first place. どうやら処刑は免れたんだな。まあ処刑されちゃったら物語始まらないしね。What the hell do you want with me? Probionic terrorists detonated a weapon of mass destruction in Ascension City this morning. People are dead, Spencer. Hundreds of thousands, maybe millions. What's left of the city has been occupied. Infantry, air force, nothing we've sent in has come back out. We need to get behind their lines.
gates and find out what's going on. I'm not a soldier of the FSA anymore. We believe the terrorists to be ex-Imperials and some of our own men. Rogue Bionics. You're the only one with experience tackling both. We're sending you into the city to scout the area and help us track down... バイオニック技術を支持する組織がなんか暴れてるから死刑取りやめにする代わりに戦ってこいってことかな。都合のいい話ね。このエミリーって女性はスペンサーの行方不明の妻みたいです。断れない状況に追いやられてるわね。汚い大人やで。どっかで聞いたセリフね。お、これがバイオニックアームかな。これをつけるとワイヤーアクションができるようになるのね。ムービー終わりかな。うん、まだ続くみたいだな。Clouds letter one to base over. Roger, CS1. Permission to launch delivery. You have go for delivery, CS1. なんか発射されたわね。ビルにぶっ刺さったな。輸送物を投下したって言ってるわね。ロード入ったわね。そうだな。で、ロード5です。さっき撃たれたミサイルみたいなやつに乗ってたのね。そうみたいだな。どうやらもう一本の方にはバイオニックアームが乗ってたみたいだな。ってことで、ここからようやく操作できるようになりました。まずはバイオニックアームを探すのね。あ、一応言っておくと、このシリーズに出てくるスーパー城は戦場の狼のスーパー城らしいです。へえ、そうなのね。さてでは、まずはバイオニックアームを探さないとな。軽く操作説明すると、左スティックで移動、右スティックで視点操作、×でジャンプ、R2 で銃を撃つって感じです。それだけ？とりあえずはな。他はバイオニックアーム手に入れたらもっといろいろできるようになるみたいです。あ、あと L1 で回避行動できるみたいです。で、この後少し進んだら敵がいました。なんかチャレンジメニューって出てるけど？チャレンジっていうのは通常のミッションや目標とは異なる任務で、チャレンジの任務を遂行することで新たなアクションの取得、取得済みのアクションのアップグレードなどが行えるとのことです。って言ってる間に初戦闘がサクッと終わったな。今なんかドット絵みたいなアイテム取ったわね。これは説明書に詳しいこと書いてなかったんだけど、やり込み要素的な収集品だと思われます。そうなのね。まあ、ウプ主が見落としてるだけで、どっかにちゃんと書いてあるかもしれないけどな。で、また少し進むと敵がいました。ここまではいわゆる TPS って感じの見た目ね。ああ、やっぱバイオニックアームつけてからが本番だろうな。うん、敵は12、3発ってところだな。だいぶオーバーキルしてましたけど。お、今のは弾薬だったみたいだな。で、また少し進むと戦闘になりました。弾速はちょっとゆっくりめな気がするわね。ああ、ギリ目で終えるぐらいのスピードって感じかな。で、この後もぼちぼち敵を倒しながら進んでいたら、なんかチャレンジ達成になって、ズームインジの弾のチリが改良されました。なるほど、チャレンジ達成していくとキャラが強化されていくのね。そうみたいだな。てか、なんかちょいちょいペプシの自販機あるわね。やっぱアメリカが舞台だからペプシは欠かせないんだろうな。でも、ペプシマンってアメリカでは展開されてないキャラなのよね。ああ、
あんなにアメコミヒーローっぽいのに日本独自の国産ヒーローです。で、この後もしばらくビルの中をうろついてたら、って感じでイベントシーンになりました。うわ、痛そう。人のもの勝手に取ろうとする悪い子にはお仕置きです。いや、悪い子て。まあとにかくここでバイオニックアーム回収です。つけるときに激痛が走るのね。そうみたいだな。あ、死んだ。いや、気絶しただけでしょ。お、奥さんね。あ、嫁に逃げられた。いや、別にそういうんじゃないでしょ。あ、ハゲが殴られてる。ぶっ殺すわよ。ってところでロードが挟まり、ロードが開けるとなんか人も場所も変わってました。なんでよ。どうやらバイオニックアームの使い方を学ぶためのチュートリアルになったみたいだな。まずはここでバイオニックアームの操作になれろってことなのね。そうみたいだな。とりあえずバイオニックアームは L2 で対象物に射出して引っ掛けて使うみたいだな。マーカーの色で届くか届かないか判断するのね。そうみたいだな。いや、何してるのよ。うん、掴んだら L2 をしっぱなしにするとぶら下がれるんだけど、なんかつい話しちゃいました。やばい、これ想像以上にむずいな。そうなの。ああ、感覚つかむまで結構時間かかりそうな感じです。うん、とりあえず3回スイングすることはできたな。You gather speed by pushing forwards or backwards while swinging. If you do it right, you'll travel further when you release. 次は向こう岸に飛び移る練習ね。いや、全然前に飛べてないじゃない。リリースポイントでタイミングよくボタン離せってあるんだけど、この通りリリースポイントの表示は一瞬なので見てから反応すると遅れます。ちょっと早めに離すくらいの気でいないとダメなわけね。うん、今度はいけたな。If you're gonna get anywhere, you'll have to put consecutive swings together. Swing, release, and aim for the next beam. 今度は連続で飛び移るのね。ああ、これは難しそうだな。ああ、うん、離すタイミングだいぶ遅かったな。遅いって画面には出てるけど今度は早すぎたみたいね。ああ、やっぱ難しいな。お、でも2本目に飛び移れたわね。だがしかしここで落ちました。おお、今度は綺麗に行けたわね。そうだな。で、この後もいろいろとバイオニックアームの使い方を練習したんだけど、まあ難しいこと難しいこと。失敗しまくってるわね。ああ、かなりタイミングがシビアなのでちょっとでも遅れたり早かったりすると思うように飛んでくれません。しかもここは斜めに飛ぶ練習も入ってるのでなかなかに難易度高い気がします。チュートリアルなのに難易度高いって？まあ例によってウプ主がヘッポコすぎるってのも大いにあるんだけどな。で、ここでがっつりハマるも最終的にはなんとかパスできました。まあチュートリアルだしパスできなきゃ困るでしょ。
おお、少しは上達したんじゃない？そうだな。まあ一番のコツは焦らないことだな。時間制限あるわけじゃないし。この後もいろいろメニューをこなして。なんとかチュートリアルを終えることができました。チュートリアルだけでだいぶ時間取られたみたいね。まあな。けどこれチュートリアルなしでいきなり本編でバイオニックアーム使い出したら多分どうにもならなかったと思うぜ。確かに。ってことでゲーム本編に戻ってまいりました。ここからが本番って感じね。そうだな。でこの後はすぐ近くの穴からビルの外に出ることになりました。めっちゃ高いけど勇気を持って飛べって言われてるわね。ああ、男性だったら大事なところがヒュンってなりそうなぐらいの高さだな。いやその言い方どうなのよ。まあ基本はエリア外に落ちない限り転落死はしないっぽいので飛びます。死なないとしてもなかなかミスリルあるわね。ああ、言わせねえよ。まあとにかく無事ビルを脱出できました。うん、チュートリアルのおかげでバイオニックアームもなんとか使えてるな。なんかビルの合間を飛び移ってくの楽しそうね。ああ、操作が難しくてなかなか思うように飛び回れてないけど、これもっと練習してちゃんと操れるようになったらすごく楽しそうだな。今はまだできること少ないけど、ゲームを進めていくとさらに色々できるようになるみたいだし。ゲームの進め方としてはステージ内でミッションこなしつつ目標地点に向かうって感じかな。今はチェックポイントに向かえばいいのね。お、ロード入ったわね。結構細かくエリアが分かれてる感じみたいだな。カットしちゃってるけどロードは結構長めです。そうなのね。ああ、グラフィックも綺麗だしかなり容量使ってそうなゲームだからまあ多少は仕方ないのかもな。次は中継機を探してハッキングすればいいみたいだな。中継機っていうのはチュートリアルの最後に出てきてたやつね。そうだな。中継機は廃墟のアセンションシティに充満する放射能による受信障害を回避するためのものらしいです。放射能とは物騒ね。なんか廃墟の底かしこに放射能汚染された場所があるみたいで、放射能汚染されてる場所に入るとあっという間にやられてしまうみたいです。いや本当にあっという間だし。ああ、説明書には放射能汚染されたエリアに入ったら素早く脱出しろ的な書かれ方してたけど、これは入ったら即ゲームオーバーだと思ってた方が良さそうだな。ちなみにゲームオーバーになると最後にセーブしたポイントからやり直しになるみたいです。セーブ自体はステージをクリアしたりステージ上の中継機にアクセスするなどすると自動で行われるみたいです。そうなのね。さてさてだいぶいい時間になってきたので、ちょっと飛ばしてボス戦っぽいところを見てみます。なんか強そうなメカがいるわね。機械式歩兵スーツ、バイオメックっていうみたいだな。スーツってことは中に人が乗ってるのかしら？どうなんだろうな。説明書には特にその辺のことは書かれてなかった気がするぜ。おお、なんかかっこいいシールドね。ああ、本体はずんぐりむっくりだけどシールドはスタイリッシュだな。うん、殴ってもダメージ与えられないみたいだな。どうすればいいのかしら？どうやら背中の光ってるところが弱点らしく、そこをワイヤーで掴んでジップキックをお見舞いしてやればいいみたいです。倒し方が分かればそんなに大変じゃなさそうね。そうだな。で、1体目を倒し。2体目もそこまで苦戦することなく割とサクッと倒せました。これでステージクリアってことかしら？どうなんだろうな。この後もチェックポイント通過したら特にリザルト画面なんかもなくそのまま進んでいったけど、特に話の区切りはない感じなのかしら。ずっとこんな感じで続いてくのかもな。
まあ今回はここまでしかプレイしてないのでこの先のことはわかんないけど。そういえば難しいとは言ってたけど、プレイしてみた感じはどうだったのよ。ああ、操作にはかなり慣れが必要だけどなかなか楽しいゲームだと思うぜ。特にこのゲームの特徴であるワイヤーを使ったアクションはうまくできると快感です。確かにこの独特の浮遊感はなかなか他のゲームでは味わえなさそうね。ああ、この動画だとちょっと伝わりづらいと思うけど、テレビの大画面でプレイすると迫力あってかなりいい感じだぜ。ただやっぱなかなか難易度高いので結構うぷ主みたいなヘボプレイヤーだとすぐやられるけど。敵に囲まれるとあっという間にやられるのね。ああ、囲まれると体力一瞬で持っていかれるのですぐやられます。あとは飛び移るのミスってエリア外に落下してもすぐやられるので、かなり上手くならないとテンポよくは進めないかな。面白そうではあるけど楽しめるようになるには時間がかかりそうってことね。そうだな。まあ死にまくって上手くなれってことなんだろうけど。だとするともう少しリスタートする時のロードが短いと嬉しかったかな。ネオジオ CD のロードは我慢できるくせにこれは我慢できないの。まあ我慢できないってほどじゃないんだけどちょっと気になるかなってくらいです。それとネオジオ CD のロード時間はまた別物なので比較対象になりませんから。相変わらずネオジオ CD B 気が過ぎるわよ。まあとにかくまた長くなってしまったので今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.